裁縫チキです。あのね、私のじゃあ、あの私がブサイクすぎる私があのちょっとメイク直しちゃう間にちょっと私の今やっちまった小話なんですけど、私まだ夜ご飯食べてなくて、でまあ、この配信が終わったら、まあ、食べるんですけど、まあ、今食べてないってことはこの後食べるんですけど、実はこの配信の前に食べる予定だったんですよ。で、あのコンビニ行ってなんかそうで電子レンジでチンするなんか卵がゆみたいなのがあって、がっつりも食べたいけど卵がゆも食べたいなと思って、レジ横の芋餅ってやつと卵がゆっていうなんかがなんかなんていうの、ちょっとジャンクで行きたいのか胃に優しく行きたいのか分かんない2つを頼んで、どっちも温めてもらったんですよ。はい、どっちも温めてもらって、まあ、メールとか書きながら、メールとか書きながら食べようと思ったらね、今ね配信始まる1分前とかにあーって忘れてたと思って食べてないんです今だから冷めたおかゆと冷めた芋餅がそこにあるんですけど、なんかな、まあ幸いに、なんと幸いに、あのこの私が今泊まっているところがね、あの電子レンジがあるとこなのでであのこの配信が終わったら電子レンジに行って、あのチンしておかゆ一回ね温めちゃったら一回ドロドロになったやつをもう一回ドロドロにしますね、芋餅もチンします。よかったよ本当にここがあるところで。ああ確かに明日の13時まで。いや本当にあっってなった。いやメールもちょっと文章結構書いちゃってとかで、結構まあね忘れちゃって忘れちゃってんの。お疲れ様です。疲れた。だからちょっと11時過ぎぐらいに終わろうかな今日はちょっとお腹が空きました。そして疲れました。ちょいと疲れました。今日はあの角川さんの朗読劇ブランドのリードピアと ST48 がコラボしたオリジナル朗読劇が、あの今日千秋楽を迎えたんですけど、すっごい楽しかったよそうめためた楽しくて、なんか私夜ぶっちゃけ泣いたじゃあもうなんか よかったんですよ。なんか夜すごい良くて、良かったっていうのと終わってしまうから、なんだろう、私台本もらってきたんですけど、もらってきて、まあ、一人でこのセリフをね言うことはできるけど、もうステージに立って人前でこのセリフを言うことがないんだなと思って、そのなんて配信で言えばいいってそういうことじゃなくてだからなんかその一つ一つのセリフが朗読劇のとしての最後のセリフなんだと思ったら、なんか悲しくなってきちゃってなんかでもちろん自分も世界に入ってたからなんか泣きはしなかったんだけど、まあ、後半らへんにねすごい涙を誘うシーンがめっちゃ出てくるんですけど、それも相まってなんかぶっちゃけちょっと泣いたよねでも私ちょっとまだ喋るとこじゃなくて、その喋る時になんかライトで照らしていただけるんですけど、照らされてなかったから気づかれてないけど、ちょっと泣いちゃってそう泣いちまったぜ、ちょっと待って。いやなんか去年の4月からこうやってプロジェクトとしてやっていただけてて、その角川さんにまさかこう1年も一緒にこうやって一つのことを作っていけると思ってなかったし、その集大成としてこの大きな会場で埼玉県でその角川さんのミュージアムの方で、ミュージアムじゃないわミュージカムミュージアムは隣だそうで
ゲスト声優さん新田恵美さんと徳井空さんも来ていただくことができて、しかもなんかそのそこに至るまでの過程でブレードカットセーラーさんとか飯田里穂さんとかも稽古の先生をやっていただけたりとかして、なんかほんとたくさんの方になんか出会えたというか携わっていただけたっていうか、なんか本当に悲しい本当に悲しい。私も終わる時にずっとあのリードピアノの角川さんの人に寂しいですってずっと担当の方があの女性の方なんですけど、えもう会えないんですかだから本当にすごい素敵な女性の方で、すごい大好きだったんで、なんかあの私があのリードピアと STU がコラボするっていう発表したアニメジャパンのからお世話になってる方だったから、そう誰よりもやっぱアニメジャパンであの先にお知らせするっていう大役を任せていただいたから、そう誰よりもそのリードピアさんたちとは先にご挨拶させていただいたりとかしてたから、もうすごい寂しくて、またなんかお会いできて一緒に仕事できるように頑張りますってそう寂しかった。でもすごいなんか学べた、なんかセルフィッシュアミティーズ舞台のセラミの時もすごい学べたなと思ったんだけど、なんかまた違う舞台とは違う朗読劇の学びというか声のお仕事として脳を学びをすごい学べて、そう私あの人の話聞きに行く、なんか言い方おかしいな、そのお話を聞きに行くのがすごい好きなので、暇さえあればあの角川さんの方で方と喋ってたりとか演出家の方と喋ってたんですけど、でもそれはなんかくだらなんていうのちゃなんていうの小話とかじゃなくて、なんかどうしたらいいですかねみたいなずっと本当に今日も朝から朝も喋って夜も喋ったんですけど、そうでもすごい嬉しい言葉もかけていただいたりとかして、なんかそう漠然となんかいや漠然と、まあ、もちろんやりたいこととして確定はもうしてるから、なんか漠然ではないけど、なんで夢として語ってたなんかその声のお仕事がやりたい演技のお仕事がやりたいって夢として語ってたものをこうやらせていただいて、演出家の方に向いてるよっていう言葉をね今日かけていただいて、続けるべきっていうのをすごい言っていただけて、そうなんか夢として語ってたものをこういう朗読の演出家の方っていうそのプロの方にそうなんかやって表現していただいて、もちろん100点ではないからなんていうん、なんて成長していく見込みじゃないけど、その先のことだから今の現時点ではそのまだ100点にも及ばないんだけど頑張ろうと思いました。初めて朗読劇聞いたけど感動したありがとうございます。そう一応そのリードピアのやつはそのリーダー的にやらせていただいてて、挨拶とかあの挨拶とかあの自分がやらせていただいてて、一つだけなあと思ったんがなんか私知らなかったんですけど、エンジンでなんかその新田恵美さんと徳井空さんが一緒にしませんかって言われて、掛け声とかあるんですかって言われて、なんか一応リーダーみたいな感じにやらせていただいてるけど、なんかおきちゃんもずっと一緒にやってきたから、なんかみなみずっと挨拶とかは全部みなみがしとって、そうなんかおきちゃんも一緒にやってきたしっていうのと、なんかみなみはこうみなみあなたはみんなそんなことないって言うかもしれないけど、私がエンジンで声かけるよりおきちゃんの方が士気が上がる気がして、なんか私ってなんか変に力が抜けちゃうんですそういう時、頑張るぞーみたいになっちゃうからなんか今こうやってやるならその士気をあげるためにもおきちゃんお願いっていうのを言っておきちゃんにやってもらったらなぜか動画撮られてて、なんか私も携わってたのにそうなんか言ってよってもういいけどねそう一応私リーダーだったのにそう
私多分私生誕祭の時とかもさ、メンバーによってはエンジンするか否かみたいなのをみちゅが委ねてくれるんだけど、そう、私なんか私のなんかね、別にあの本当に多分そんなことないと思うかもしれないけど、自分的に私の声質って士気が上がんないのなんか力が抜けちゃうんですよね。そう、なんかそこでなんか先生なんか行くぞーみたいな感じになるよりかは、そう、おきちゃんの声質がいいなと思って、やってって言ったら汗汗って言われてえ、私ですかみたいな、汗汗って言われましたそう、でなんかおきちゃん嫌なのかなと思ったから、あ、じゃあ私言おうと思って、あ、じゃあ先週、リードピュアなんか千秋楽行くぞで行きますかって言って、その言葉を言ったら、おきちゃん言わないのかなと思って、もう言う方にスイッチ入れてたんだけど、じゃあ行きますとおきちゃんが横で言った、言うのねと思ってさ一応なんか、そう、汗汗まで言われたからダメかと思ったら言ってくれたそう、そういう、そう、でもなんか変な話、なんかリーダーでやらせていただいたっていう言葉はあったとしても、私一人でやったものじゃないからで私一人、どちらかというと私すっごい支えられ、リーダーって言ってもなんかその大人の方が言ってくださったわけで、別に認められたわけではないと思うんだけど、なんかすごい支えられてたからだってもうね、あのステージリハーサルとかステージ使うときに、あと朝とかね、ご挨拶させてください、おはようございます、今日一日よろしくお願いしますみたいな挨拶を全部私がこの2日間やってたんだけど、そう、昼公演ありがとうございました、夜公演よろしくお願いしますみたいなやらせていただいてたんだけど、もう噛むは噛むずっともう本当にご挨拶させてくださいが言えなくて、で昨日もね、昨日の配信で今んとこ昼公演も夜公演も言えなかったって言って、明日頑張るって言って、今日もどっちも噛んだ夜がギリセーフってぐらいまた言えないって言って、もう夜公演だし、もう言うことないじゃん、挨拶ご挨拶させてくださいって言うことないから、ずっとマネージャーさんに噛んだ噛んだって言ったら、言い慣れてないもんねって言われてそう、言い慣れてないもんねって言われて、昨日の昼 MC は緊張しすぎてた、昨日の配信いたそう、いろいろだったのよ理由が。まあ、苦手意識持ちすぎもあるけど、でもなんか変な話、やっぱ台本だと噛まなくて、ね、朗読だとここ苦手と思っても噛まなくて、なんかね、そうそう、なんかね、台本になった瞬間噛むんだよそう、ねへへーだわと。でもなんか噛んであっていうのがもうめんどくさくて、もう噛んでませんけどみたいな感じにいつも続けてるそう、え、私今日滑舌か、今ちょっと滑舌よくないで、私で喋ったらよくないんだよ朝日で喋ったらいいんだけど、でもそれもあの意識を変えたのが新田恵美さんと徳井空さんの演技を見てからなんですよ。そうそう、噛まなかったんですけど演技中は。でもなんかその1公演目でリハーサルか、リハーサルでゲネプロかゲネプロで徳井空さんと新田恵美さんのやつを聞いて、なんかSDU もその声質がもちろんいい子多いんだけど、発声が違うと思って、なんか SDU にありがちなのが ずっととかをずっとずっとみたいな感じで言うんだけど、新田恵美さんとか徳島さんとかプロの方はずっとってちゃんとちっちゃいやつをちゃんと取るので、私はすごいそれをあのゲネプロでずっと台本というか見ながらね、やってるからずっとそれをすごい学んでて、なんか本番はそこの意識を持っていけないから、ちょっとゲネプロで学ぼうと思ってすっごいマジでちょっと聞いて、だからそういうなんかあの言葉のハキハキ具合がやっぱ違うと思って、なんか少しでもあの
自分も近くなりたいし、あのまだまだ遠い、本当に遠いプロの方の背中の遠い背中なんですけど、なんかそうなりたいと思ってそっちにあの寄せてたって言い方じゃないですけど、そっちをあの私もそういう言い方になりたいと思ってやってた朝日はそう。いやーすごいよ本当に。そうだからな、息の使い方とか声優さん見とったら、なんか時間、なんかその演技とかそういうなんか経験ない子とか、もう私も今は意識あるんだけど、その昔とかありがちだったのが、自分の時間を早く終わらせようとしちゃうっていう。これセラミの時によくやってたんだけど、よくやってた、やっちまってたんだけど、自分のセリフだと思うから、なんか間を取っていいのに取らないっていうのがすごいあるんだけど、今もさすがに意識はするようにしてるけど、そういうのとかをプロの方見てた、間の取り方がうまいと、お上手すぎて、そうだからなんかそう、もっと撮っていいんだって、私も間をもっと撮ろうって意識はしてたけど、ちゃんとプロの声優さんのを聞いて、あ、これぐらい撮っていいんだって思って、そのなんか朝日のセリフのっていうなんか考えるとことかめっちゃ撮るようにしてたそう、なんだろうみたいな、とにかくかっこいい人と結婚したいかなみたいなとこで、なんかそのゲネの時はすごい焦るというか、なんだろうぐらいだったんだけど、撮っていいんだと思って、みたいな感じで撮るようにするようにとかして、見よう見まねすぎるんだけどね、そのそれに気づいたからといって、なんかそれが技術としてすぐできるようになったら、私ってもう天才じゃん。でも私は天才じゃないからあのこういうのをちゃんと意識してやり続けて、自分が自分として定着するようになるように頑張ろうと思ったそうでもこうやってそういうことに気づけたのは、こうやってそういう場をいただけたからだと思うから、そう嬉しかったです。すごい楽しかったそう、あとなんかすごい演出家の方に、いや役的に私がっていうよりかは役的に朝日がすごい引っ張っている役だから、朝日で流れを変えてほしいってすごい言われてて、そうなんか朝日はなんか自分のことしか考えてないように見えて、すごい周りのことを見てて、周りが暗くなるがちな時にこそ明るく大きな声を発するみたいな、なんか朝日で流れを変えてねってすごい言われてて、そうなんかそういうのとかも気をつけていた。あ、千秋楽朝日ちゃんのサイン入れ違う、おーすごい、ありがとうおめでとうかありがとう。なんか私がその結構あの昼公演の後に話聞きに行って、夜公演最後だからこそなんかちょっとステップアップした課題伝えていいって言われて、あ、お願いしますみたいな感じで言ってもらったのが結構何個かあるんだけど、そのうちの一つがあのおきちゃん演じるいつかちゃんをなんか探しに行くときに、おーいいーちゃん出てこーいっていうセリフがあるんですけど、そこの流れがバンって変わるから、もうマジでパワーで行ってって言われてだからマジでパワーで言ったら、そうあの本当に出したことない声出し、これ私あんま声でかくないからさそうめっちゃパワーと思っていきましたそこがそのうちの一つでした。なんか課題として一個ステップアップしようって言われて嬉しかった。でもステップアップしようって言っていただけることがなんだろう、嬉しかった。でもその期待に応えれる自分であるかどうかが不安で、そうめっちゃ一人でずっとトイレでやってたそう楽屋だとうるさいかなと思って。でも本当にマジでこの1年弱の経験は
マジで私のアイドル人生の元となったというか形成されたというかなんか本当に夢として語る声のお仕事演技の仕事じゃなくてしっかりとしたなんか人生設計になんか組み込まれた気がしてこの1年弱のリードピアで、で、まあ、ありがたいことにもう少しであのパペットカルテットも始まるのでちょっとあの今そっちに頭を行こうっていうか変えてちょっと今から台本持ってきてるのでそっちの台本読もうかなって思います。ちょっと頭をシフトチェンジします。ご時世を言い訳にいかなかったことを後悔。まあご時世を言い訳にはまあ正当な理由ではあるからそんなどっちでもの正解だと思うよ私。なんか LINE 来た。誰だ？私誰かと LINE してたっけ？してないな。誰だろう？あかりんとしてたけど、今返事まだ返してないから公演前に来てたから。ワイカも、あら、ワイカ。ワイカ。家族。でも家族 LINE 通帳風にしてる。そう。あのねなんかここ最近すっごい動いててちょっとここ最近私がちょっと LINE 見たくなくてそうちょっとここ最近ここ数日か朗読にちょっと頭いっててうるさいなーってなるからブーブーってなんか光ったってなるからさでも本当になんだろう楽しかったです楽しかったし、うん楽しかった、うん、楽しかったし、なんか私って変な話恥ずかしがり屋っていうのかな、なんか殻を破れない自分がいるんですけど、そういうなんかモノマネしてとかってなるタイプなんですけど役に入ればできるんだなってなんかすごい私自分かっこいいみたいなの言ってるけどそういうことじゃなくてなんか朝日って結構なんか声出すからなんとかしようみたいな感じだからそうなんかそういう自分がいるってことそういう自分もできるっていうことが知れたことが嬉しかった JK 朝日とお母さん朝日の意識の違い意識の違いえ私さあのなんかもちろんそのもちろんって言い方やだけど JK 朝日とお母さん朝日のあの言い回しもちゃんと変化がついててなお母さん朝日になってるからこそ JK 朝日が生きてるからめっちゃ良いねみたいなことを言われてたんですけど今日何より褒められたのがなんかほらもっと腰を落として穴を掘るんだよっていうちょっとおばあちゃんになったセリフがあっておばあちゃんできるんだねって言われて今日今ね昼公演おばあちゃんのセリフが一番良かったって言われて私おばあちゃんできるみたいそうだからあの私嬉しすぎて自分のそのセリフの台本のとこ二重丸してるわそうだからなんかその全部の公演が終わって朗読じゃない演出家の方に話聞いてたのは今回その JK もやってお母さんもやりましたそしておばあちゃんもできるようになって声の質が3つあることが分かりましたねみたいなはいそうですねみたいなでもなんか今はおばあちゃんだからこういう喋り方お母さんだからこういう喋り方 JK だからこういう喋り方ってなんか決まっているところをなんか JK だけど内容とかなんかちょっと暗いトーンの時とかは少しちょっと自分が今回お母さんでやってた声の質を出してみるとかしてたらもっとあの深くなるよって言われてなるほどって確かにあの JK の朝日ちゃんの声お母さんの朝日ちゃんの声喋り方おばあちゃんの喋り方ってなんかガンガンガンってパッパッパッって分けてたからこれをちゃんと混ぜてあの使えるようになったら強いよって言われましたでもまだ使えてないからまだ弱っちいんですけどそれを使えたら
強いよって言われたからちょっと勉強しようと思いました。それは私言われなかった気づかなくて、あ、そういう使い方もあるんだと思ったから、そう頑張る。ミヒン可愛かった、あらありがとう、嬉しい。そうおばあちゃん、おばあちゃんができた違う、おばあちゃんができたっていうか、できるように引っ張ってくださったのはマジで徳井空さんだと思う。あのおば徳井空さんのおばあちゃんになった時のシーンの声がガラッと変わるんですよ。で変な話ね、 STU 稽古やってる時、あそこあの声が、ね、年代経ってるからちょっとおばあちゃんにしてとか、あの令和の子たちも大人になってるから大人にしてって言われてなかったの。言われてなくて普通にあの感じで喋ってたんだけど、ゲネのプロの時に徳井空さんがバッバッカラってもうチャリビ方もトーンもなんか音の置き方も全部変わってて、はぁってなって、うちらがその徳井空さんがバッて変えてくれてる流れをうちらが切っちゃやばいと思って、でうちらはそのそういうのを言われ、そういうことをしてなかったからやらなきゃと思って、なんか私がおばあちゃんできてたよって言われたのは、徳井空さんがその前におばあちゃんのおばあ様の演技をバンってやってくれて、あ、そういう声のなんかなんとかだったんだっていう、なんとかだったんだっていうその置き方だけでこう表現できるんだと思って、それをやってたら褒められたから、とマジでプロの方いなかったら、あ、そこまで引き上げてもくだされてなかったから、そうだから全然私の力でもなんでもないそう、いや本当にだからマジで勉強になったんですよ。そうだから私は今後またプロの方と演技を一緒にする機会があるので、なんかまたそうやってそういうことに気づけて自分のものに組み込めたらいいなって、そうそう、めちゃくちゃ本当に、まあ、引き上げてくださって、そうマジ言葉の置き方がすごい、そうだからマジで勉強になった朗読劇でした。自分がそのメンバーに選ばれたこと、選ばれてよかったって本当に思いました。私もあのすごすぎて学んだことを私全部メモ帳に書きました人間ってさ、絶対こんなに思ってるから忘れないよと思っても忘れる人間に、忘れるものだからさ、こんなに今感銘受けててもさ、1年後とかして何だっけみたいになるからそうだからあの全部メモりましたそう私も人間だから忘れちゃうから、絶対私もみんなもさ、あの映像欲しいって言うじゃないですか。私も普通に 見回したい、違う、見返したい、普通に映像欲しい。私もないんだよ。でもとりあえずメモ帳に全部書いた。私台本ももらってきたから、なんか嬉しい、なんか自分のやった台本というものが今家にパピカルもあるし酒蔵もあるから、セラミも残してるから増えてってるのが嬉しいそう、まだ時代本捨てれないから絶対残そうさーて次はパピカル、柴谷奈緒ちゃん頑張る柴谷奈緒ちゃん、柴谷奈緒ちゃんは朝日と近いようで違うから頑張らなきゃ。あとあの楽曲の話って公開されてるよね、チリパで話したってことは公開されてるよね、楽曲みたいな
チリパで話したけどな、カットされてなかったけどな。あ、そう、 MV 作る話公開されてるよね。チェリパですごいいい曲ですって言ってたよ、私いたよね。そんな世界線の私いたよね。違う軸の私じゃないよね。違う軸の私かな、いたよね。その軸の私いたよね。で、まあその楽曲を今日来たんですよ、歌詞とかすべて。もう陽気すぎて。なんかその歌詞も覚えなきゃだし、ちょっとなんだろう、やらなきゃいけないことがいっぱいあるのが嬉しい。嬉しい。でもなんか私パペから終わったらなんか泣く気がする。終わっちゃった、でも私今何もないってなる。そうだから、何もないってなくするために次につなげれるように頑張るよ。そうだ、コンサートもある。なおちゃんまだね、朝日にね時間取っとったから、なおちゃんはね演じてはいたけどね、朝日ほどねなんか時間はかけていきれなかったから。え、なんか私今日目綺麗だね、今日メイクめっちゃうまくいったの。まアイラインをね新しいのに変えたらね、今日目、まつげこっち上がってないけど、メイク今日綺麗、今日目綺麗、見える見えてる、私あんまカメラ見ないもん、ね、見えてますか。あ、すごい、私がパチパチしてたらコンペトが目に入ってた。めっちゃ目にパチパチ入ってた。今日目綺麗な、だからあの目が綺麗っていうか光もあるな、いい光。あの目の発色、心の発色を際立てくれる、もにゃー際立ててくれる。でも喋り方変えよう。で私朝日みたいな喋り方だったら噛まないんでしょ、私ってさゴムゴム喋るじゃん、際立ててくれるみたいなのが、なんでだよみたいな、そう、どうってさーみたいな、ゴムゴム喋り方変えよう、じゃあ噛まないかも。喋り方変えようって、こっちにしよう。なにね、ゴモゴモ喋るよね、あの基本的にそれが普通なのよ、なんか基本的にそれが普通なのよみたいな、なんか私じゃないこれは。喋り方を変えたら噛まないんじゃないかなと思うんで、ラジオだなんかこれ、やだやめよう、でもなんか噛みたいと思って噛んでるわけじゃないしさ、もう噛んだことはさ、くしゃみが出ると同じよ、もう生理現象だから仕方ない。仕方ないけど、くしゃみも我慢しようと思ったら我慢できるから、噛まないようにしたい、そういう心持ちで生きていきます。なんかさ、私ってすごいかもって思ったことがあって、なんか今どれだけ言われても私はまだまだっていう中で、これだけ私すごいかもって思うことがあって、あの朗読中はくしゃみが出ないんだけど、朗読終わった瞬間くしゃみがめっちゃ出るの、咳と、私止めれるのかもしれないと思って。本当にムズムズもしないし、喉はちょっと枯れて咳出そうだなとあるけど、なんか全然大丈夫だと思ったら、もう帰って終わって楽屋帰ったら、ハグちゃんハグちゃんみたいになって、私ってもしかしてそれが前公演の後絶対なってて、なんか私くしゃみ止めてるんかもと思って、そう、くしゃみ止めれる力あると思って、よう私花粉症の季節で頑張ってよマジで、薬飲みながら。今日私ね昼公演お茶飲めなかったけどね、夜公演お茶飲めたの、
でもね、昼公演お茶飲めなかったのは、飲むタイミングとか飲む勇気がなかったとかじゃなくて、喉がね、調子よかったのよ、昼。だから変にお茶を飲んで、お茶の何て言うの、油分っていうか、お茶の何かを入れたら余計悪くなる気がして、昼はあえて飲まなかった。昼ね、すっごい喉がね、トロトロだったの。そう、だから昼は飲まなかったんだけど、夜やっぱ1公演終わった後だったから、ちょっとガサついちゃったから夜は飲みました。で、昼はなんか良かったのよ、調子が。龍角散をなんかずっと舐めてて、そう、昼ね、なんか喉の調子がもう咳も出ないし、なんだろう、あんともならんし、なんかすごいね、昼は良かった、喉が。そう、夜はさすがに死にましたけど、お茶飲んだ。でもなんか1日目よりかは落ち着いてお茶飲んだ。やばい、早く飲まなきゃって思わず、ちゃんと確認して、あと2ページないからゆっくり飲もうと思って、急いでこぼしてしまった、よくないと思って。楽しそうに話す、ビヒ好き、楽しかったから よくも悪くも嘘つけないんで でもなんかすごい、なんだろう、ショックとかやばかったとかやったら、ちょっと今日本当にいいだそうなんだけど、多分自分の中でも全力を出し切ったっていう思いもあるし、でここをこうしたらどう伸びるっていうのも明確に見えてるからこそ楽しいじゃん、学ぶのが。良くも悪くも表情に出るんで そう、良くも悪くもね、表情出るんで。あ、今日1曲増えたのはメンバーです、メンバーから。そう、なんか昨日ね、結構その来てくださる方、まあ、人も変わってたけど、ずっと来てくださる方とかもいて、最終日だから曲増やしたいねってなって、何の曲増やそうって、会いたかった ST48 みたいな感じで言って、チーが「フェスティバルは？」って言って、「ダジフェスティバル増やすか？」ってなって、フェスティバルを急遽増やしたんですけど、その急遽増やすにも簡単になんかそういうのって増やせるわけじゃないんですよ。音楽、まず STU の興行ならいいんですけど、今回角川さんがやってくださってるものだから、まずそこにまず音源を、ライブ音源と、あと照明をね、作ってくれてるから、それ用にまた照明を新しく作っていただかなきゃいけなくて、すっごい多分無茶を言って、そうお願いして、でもすごい快く「やりますやります」みたいな感じで、すごい優しくやってくださって、でもそういうのって本当は当たり前に思っちゃいけないし、これ今回ができたから違うとこで、前はできたのにっていうのも絶対思っちゃいけないし、思わないし、そうだから本当にありがたかったです。それはもう優しさです、マジで。角川さんたちの そうで、今増やして、ね、チーと2人で立ち位置考えて、でなんか最終的にはな、三角形でいきたいねってなって、でなんかじゃあ0.5で割ればみたいな、0でやったら1人なんか後ろの0.25になるから、なんかかわいそうなことになるから0.5で割ってみたいな、で2人でやってて、で誰にするって言って、今いつかといろはが一番今回のキーパーソン、キーなキャラだから、おきちゃんとあいこじを前にして、あいこじの斜めは平成で、おきちゃんの斜めは令和でやればいいんじゃないみたいな、ダブルシーザー後ろ取るかみたいな そうだから、あいこ、やんやん、みなみ、おきちゃん、ももちゃん、ちほみたいな感じで考えて、そう そう、ちーがそういうのをね、結構なんか先導してやってくれるから、みなみはここ何点5何がいいみたいな、3.75だと取りすぎだねみたいな、いう主にちーがそこを先導してくれて、私はいや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 言ってただけ最後集まるみたいな、集まるかもね、1番でいいかな、1番でいいと思うみたいなさ そう、結構なんかチャートリがそういうの結構もともとこだわってやっとるタイプだから、そういうのが結構あるのよ全然。まあ、最近はないけどさ、だからなんか慣れとるから そうそう、なんかあとなんかチャートリーがなんか岸壁じゃない、クリスマスのさ、トラックのやつあったじゃないですか、
そういうなんかクリスマス曲1曲するみたいなんで12月の考えるしたんですけど、そういう構成もあのチャートリーたち自分で考えてるんで、でも慣れてるんですよね、そういうの。わかんない、他にニットがどうかは知らないからさ、だから慣れてるっていうのもあってなんかどうしようとはならんかった。あ、嵐だ、暇だね本当に今日はいい日なんだよ。そうだからその慣れだねだからそこはもうちーちゃんめっちゃチャートリーのリーダーのちーちゃんだったそれ以外は基本ふざけてるけど楽屋でもうあんなにマジやばかったからね今日楽屋なんきゃにゃんきゃなんか4人掛けの椅子で南やんやん地方おきちゃんで座ってて、愛子とももちゃんまた別のとこでね座ってたんだけど、まあ、4人で結構喋ること多くて、なんかその結構なんか喉がやばいみたいな感じになって、私その出る時に新田さんと一緒に出る方向だったから、新田さんがあの出る前になんか上から下までうーみたいなことをずっとあのやってて、プロの方の練習見れることなかなかないからすごいと思って見てたんですよ。でなんかそれを楽屋の話でなんか喉をなんか動かさないとみたいなこと言ってたから、え、新田さんさ、なんかこういうことしてたみたいなことをね、沖ちゃんと地方に言ったら、なんかじゃあ下から上に上げていけばいいのかみたいな、せーのでやろうって言われて、せーのでってなって、3人でせーのうーってなって、なんか本当におかしなことになってな、地方が分かったみたいな、めっちゃ笑っちゃったら練習ならんじゃんみたいなって、チーフが分かったみたいな、こんなに笑ってしまうのは恥ずかしいからだみたいな、なんで恥ずかしいかといえば、そうなんかそうななんか恥ずかしいならば動物のモノマネしてると思ったら恥ずかしくないと思うみたいなこと言い出して、犬でやろうって言い出して、そうおーみたいな、そうそうもうよくわからなかったそうだからそうなんか遠吠えみたいな、そう犬でやろうってなって犬でやってでもよくわからんくて、なんだろう、なんかマネージャーさんが外まで聞こえてるよって言われて、あ、すいませんってっていう千穂ちゃんだったから楽屋では基本そう、そう面白かった。基本的になんかみんな仲良し、そうだから楽しかった楽屋そう、うん、そうだから面白くて、今日さ、あのこっちの手でさずっと台本支えてたからさバリ痛いんだよね。私夜公演腕つったんだよ釣ったまではいかんけど痺れちゃってプルプルになっちゃってだから基本的にこっちで支えて、あのこっちの手でこうペラペラめくってたんだけど、痺れちゃってズキンだなって、あやばい、一回ちょっとこれあのこっちの腕と交代しなきゃと思って一回交代したんだけど、痺れちゃってこっちで持てなくてプル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 っちゃって、私すごい台本揺れてるやつそうブロブロで、そうでも2日間ずっとこの手は頑張ってくれて今すっごい痛い、頑張ったよこの手、私のウィギターンズそうだから観客席にこれ触れてるってバレるかなみたいな、そうだからもう本当さすがにやばすぎて片手で多分ちょっとだけ持って治ったからそこから戻したんだけど、そうだから朗読って声だけかと思いきや、私たち今回座ってたけど立ってやるやつもあるから、そうなんか本当に朗読ってなんか全部のとこ体を使うんだなと思って、そうもちろん台本持つってもそうだし、姿勢とかもそうだし、
立ち方とか座り方とか、そう声だけかと思いきや意外に体力勝負な。すごい光やば。前髪綺麗でしょ。私昨日と今日前髪めっちゃ綺麗なんだよね。なぜなら前髪切ったんですよ自分でも。私 MV 撮ってから切ってさ、 MV の時に前髪めっちゃうまくいかなくて、そう、あ、もしかしたらね MV 前髪ボロボロかもしれない。そう長くてさうまく巻けなくて、いやな、移動とか休憩中マスクしてるからさ湿気で取れちゃって。でもねこれマスクしててもこれだから切ればよかった、本当に切ればよかった。でだだ今いい感じよね本当。今日昨日と今日一昨日切ったから、東京来る前に切ったからめっちゃ綺麗。みーちゃんが一番みーちゃんに厳しいね。ていうかなんか逃げてるだけだと思う。私人から言われるの苦手だからさ、言われる前に自分で言っときゃって感じだと思う。思ってる、実際思ってるんだけど、別にそれ言わなくていいじゃん、そういう自分はこう思ってますみたいな思わなくて、言わなくていいんだけど、そう苦手なんだよそういうこと言われるのが。だから言われる前に言ってる、自分で思ってるから。そうでみんなは私の扱い方を分かってるから、なんかそれでも甘くしてくれてるみんなが優しいなと思う。確かにっていうのも多分正解だと思うんだけど、なんか私の性格知ってんなと思う。なんか私の親よりって言ったら親が泣いちゃう。私の親はどちらかというとあのなんで傷をグッグッグッと押してくるタイプだから。そうの甘やかしてくれて本当に。で私はどちらかというとそっちでいてほしいし、そっちでいていただけるように私も頑張ろうっていうスタンスだから、そう私もう典型的なゆとりなんだなと思う。あんまり自分で言うことじゃないけど典型的なゆとりだと思う。なんか怒られたらへへへって、よくないんだけどね、あんまり自分ゆとりなんだよみたいなさ。よくなさすぎる、典型的なゆとり。ちょっと親はもう傷口グリグリだから、お父さんが特に悪いない。おかんはおかんおかんおかんはなんかなんだろう、言葉を選びながら、でも私も親だからさ言えるじゃん、なんでそんなこと言うのみたいな、言わなくていいじゃんそんなことみたいな、泣きながら言えるんだけど、そうなんかパパの場合はなんか無意識なんだよね、無意識に傷つけてくるから、お前昔あんなんやったよみたいな、へーみたいなさ。でママの場合はなんでそんなこと言うんって言ったら、ママは一回受け入れてくれるの、そうやんなみたいな、でもママはこういう気持ちでみたいな感じで言ってくれるの。パパの場合はえ事実やんみたいなさ、えなんでわざわざそんなこと言うのみたいな、お前昔ああやったよみたいな、なんでわざわざ言ってくるの、え事実を言うと何が悪いのみたいな。そうえだってそういう過去だったじゃん、そういう過去の自分だったじゃんみたいな、そういう性格だったじゃんみたいな。そうクーってなる。パカーって言うだけ。あ、そういえば、あの、私、昨日楽屋で家族に電話してたんですよ。家族っていうお姉ちゃんの旦那さんに電話したんですけど、そう、楽屋で電話していいですかっていいよって言われたから。で、なぜお姉ちゃんの旦那に電話したかというと、私、ファンの方から結構漫画をいただくことが あるんですけど、すごいありがたいんです、ありがたくて、で、私、お父さんもすごい漫画が好きで、お父さんと一緒に見たいなと思って、正月に帰省するときに、あの段ボールで事前に広島から送って、私が帰ってきて兵庫に帰って夕方にちょうど届いて、でなんかで私は正月バタバタして結局一冊ぐらいしか見れなくて、また帰省した時に一気見しようと思って実家に置いていったんですよ。でそれはちゃんと送ってくれたファンの方に言って、全然いいよみたいな感じで言ってくれたからありがとうって感じで置いてて、でもそれは私のファンの方がもうみーちゃんのパパも一緒に読んでみたいな事前に分かった上でなんか送ってくれたものだから、変な話南のものだし
みなみとパパのためにくれたものじゃないですか。それは私がもういただいたものだとしても、そのファンの方の気持ちは私は無視したくないんですよ。だから私実家に置いとくってファンの人に言ってるから、実家に置いときたいのに、お姉ちゃんの旦那さんからなんか俺ん家持ってっていいって言ってあ、喧嘩喧嘩喧嘩と思ってあ、喧嘩になると思ってもうなんか LINE するのめんどくさかったから電話してプルプルみたいな、どういうこと、何言ってんのみたいな何がみたいな、だから俺ん家持ってっていいみたいな、お前どうせあのいつも兵庫帰ってきた時はなんか泊まるやんみたいな、お姉ちゃん家だからさ、おいっ子おるから泊まるんですよ絶対、お前絶対泊まるやんって言われて、いや泊まるけどみたいな、けどそれファンの人がもらったやつやね、姉が買ったわけちゃうでみたいなって言ってめっちゃ言ってたんですよ。で今ちょうどパパと、まあおね、奥さん、お、ね、私のお姉ちゃんで、まあ、その家族でちょうどみんなでご飯食べに来てるみたいな、でパパもおるみたいな、でパパはなんて言ってんのみたいな、でパパは俺のじゃないからみなみにちゃんと聞けみたいなって言われたからこれ連絡したみたいな、でパパそれは正解、パパがもう一人で OK してたらね、もう実家に持って帰りませんってなるからパパそれ正解と思って、そうなってて、そうめっちゃなんか言ってたんで、結局でもあの持って帰ってはなかった、結局持って帰ってないっていう連絡来てたからそうダメダメ譲れない、そこそれ私がパパにプレゼントで買ったとか自腹で買ったとかね、だけどプレゼントでいただいたものを私がまた流すのおかしいでしょだし私も読みたいしそうだからね、全然あのパパもその実家にね甥っ子たち来てくれたら嬉しいと思うから、読みたいなら実家に通えっていう別に遠くないんだから通えって感じっていうので、で楽屋で電話してたんですよ、地方が目の前に座っててプチって終わった、地方が関西弁いいなって言ってきてなんかちょっと私の気持ちがちょっと荒ぶってたんですけど、地方のなんか関西弁になりたいっていうなんかその朗らかな発言に私は癒されたそうありがとうっつってそう、うん、うん、誰と電話してたんって言われたから、お姉ちゃんの旦那さんって、お姉ちゃんの旦那さんってそうでもちょっといろいろあってちょっと言い合いしてましたみたいなっていう、そうっていう出来事が今日起きたんですよねそうでも私は勝ちました、それは勝たなきゃいけない勝負だったから勝ちました。で私だから関西弁消えてるって言われるけど、やっぱ親と喋、親とかその関西の人と喋っとったら戻るんやなっていうのは思いました。で消えたっていうか意識して使ってないわけではないけど、なんかどうしてもそうなってしまうんだけど、消えたわけではないし、私あの兵庫にいる時と兵庫から帰ってきた時めっちゃ方言っていう関西弁になるから、そうやっぱ周りにあんまり関西弁がいないっていうのもあるね。ソラハアイコも別に関西弁ではないし、だからあのファンの人、関西弁のファンの人が来たら私関西弁になる。なんやねんなって言われたら、いやそっちがなんやねんみたいななんか結構あの、人によるけど、人によるというか関西弁の人が来たらなるかも。そう。って今思った。だから多分ね、メンバーにあんまり関西弁を使う人がいないから、私が使ってないだけだ。そうだそうだ。なんやねんは言っちゃう。でもなんやねんって別に関西弁やと思って言ってないから、なんでやねんとか言ったら、なんかおまあこれも地方の記憶やねんけど、わ生のなんでやねんって言われる。多分地方やった気がする。めっちゃ昔やけど。そう普通に私は会話でえなんでやねんって言ってなんか。
そのお菓子やろみたいなこと言ったら、そう、あ、生のって言われる。そう、でも私からしたらなんか他の方言可愛いなと思う。広島県の方言も可愛い。そう、しおるけんねとか、なんとかやけんねみたいな、めっちゃ可愛いなと思う。なんか私なんか地方なんかほんまじゃとか映る。そう、え、これ何々らしいよ、はあ、ほんまじゃーって言うんじゃん。そう、ほんまじゃかわいいからな、かわいいなと思って使ってたらなんか口癖になった。なんか方言が映ったっていうほんまじゃじゃなくて、ほんまじゃっていうこの単語がかわいくて、かわいくて使ってたら、あのなんか私の言葉としてインプットされてしまった。方言を使いたいというか、その言葉をインプットしてしまった。ほんまじゃって言っちゃう。そうじゃとかまでは言わんけど、ほんまにほんまじゃってだけ、この単語だけ。そうだよね、私だって5年住んでるんだもんね。5年も住んでるの、あと1年住んでたらさ。あと1年住んだら小学校卒業じゃん、6年。すごっ。そうか、私ってもう5年も広島にいるんだ。お腹なっちゃった。5年も一人暮らししてんの？頑張ってんな。頑張ってる。5年も一人暮らし。頑張ってますね。そっか、5年も経つのか。そうか、そうか。人生何があるか分かりませんね、ほんと。6年前とかの私は多分あと1年後に広島に住んでるなんて想像してないもんね。え、でも私人生で広島に住むって思ったことないもん。もうそういうのもなんかけなしわけじゃなくて、私はずっと兵庫県にいると思ってたからね。なんか自分が他の県に行くっていう未来を想像してなかったからね。6年前の私は知らないんで、私があとちょっとで広島に行くこと。5年間可愛いのはさすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私はもう兵庫県で生まれて兵庫県で死ぬと思ってた。今って言葉が悪い。兵庫県で人生終わると思っていた。私はでもな、兵庫県で生まれて福岡に住んで兵庫県に帰ってきた女だから。そう、なんだかんだちょっと福岡、最初の頃は兵庫にいなかったんで。ほんまじゃ。ナチュラルほんまじゃ。ほんまじゃ。21時、間違えた、23時過ぎてますね。ほんまじゃ。ちょっとあの日付超えてからちょっと電子レンジ行くん怖いんで。うん、そう、私臆病なの。半になったら大丈夫ね。半になったらほんまじゃ、気づかんかった。ほんまやね。関西でも関西のイベントもいっぱいしたいです。私なんか兵庫県のイベントってなんか卒業コンサートとか、今回も県民会場コンサートとか、そういうのしかないから、兵庫県でイベントがあればいいなって。兵庫県と関西めっちゃ思う。そう、関東、今回、今度また私は福岡に行かせていただけるし、こうやって関東でも、関東なんだかんだ関東コンサートはなんかしないっていうか、あんまりしてないって印象あるかもしんないけど、フェスとか、まあ、酒フェスとかこういう朗読とかだとやっぱ関東が多いから、そう、
コンサートとかになると広島とか多いんだけど、それ以外のなんかフェスとかは関東が多い気がする。だから一番関西が少ないと思うんだよね。そう、コンサートというかフェスとか。だから兵庫県出身としては行きたい、親を呼びたいんだよね私は。5月3日5周年親呼びたいけど、ご異性によるよね。ご時世による、本当に親呼びたいけど、だからせっかくグリアリに立たせていただけるから見てほしいけど、やっぱ兵庫県ともなるとご時世新幹線とかに乗るから、ちょっとそこはしっかり見極めないとなって思う。声枯れてきた。うん、お腹すいた。でもね、あのね、何のでもね、なんかわかんないけど、差し入れにめっちゃお菓子があってめっちゃ持って帰って、あ、10万石まんじゅうも持って帰ってきたし、新田恵美さんがくださったどら焼きも2個ほど拝借してきたんで、食べ物めっちゃあるんよね。食べ物めっちゃあるんよね。お、喉が鳴った、お腹も鳴った。ガキや私は。楽しみ。あ、喉も鳴った。そう、でもなんか私基本的になんかあんまご飯食べない人間なんですけど、食べないというか、なんかあの仕事の合間、なんか昼公演と夜公演だったらなんか別に夜公演食べなくても行けちゃうっていうタイプの人なんですけど、食べなさいって思うかもしれないんだけど、まあ行っちゃう人なんですけど、こんな感じだ。なんか朗読はさ、ここに永遠マイクがついててさ、公演とかコンサートと違ってさ、シーンって感じだしさ、ちょっとしたなんかササみたいな音も入っちゃうしさ、もうだからもうお腹が鳴ったら終わりだと思って。もう死ぬほど食べたよこの2日間。なっちゃダメだと思って。そう、なっちゃダメと思って。でもなんか味が濃いのは食べれなくて、でも差し入れでこうやってどら焼きだったり甘いものが多かったんですよ。で、あの STU 側から新田さんとか徳井さん側にあの八天丼 のクリームパンを差し入れを私たちっていうか大人の方がしてて、だからそれを大人の方が私たちにも買ってくださってて、そう、今日は八天丼のクリームパン食べました。昨日はなんかすごい有名な並ぶパン屋さんをスタッフさんが STU のスタッフさんが並んでくださって、ちょっと名前忘れたんだけど、すごい長いパン練乳とかクリームみたいなの入った、美味しかった。だからね、この2日間甘いもの食べてる、ずっと。ん？充電つ？星だな、なんだろう、恋物なんだろう。あ、お腹鳴る、お腹鳴る。で、私は食べてないんですけど、そう、東京来るときに新幹線で食べようと思って食べてないんですけど、チップスターもある。私この家私の家じゃない。この部屋食べ物も飲み物も全部ある、最高。デザートもある、どら焼きという。食べ物に困らん。ホテル暮らししたい。ホテル暮らしっていうか、いいよね、なんか帰ってきたらベッドメイキングされてる環境。めっちゃお腹すいて、お腹すいて。そう、今回3連泊だったから楽しかった。あー、すごい。だからこの前の
2月のリリーベ私のお腹が限界です。私のお腹、この前のリリーベの時もあの3連泊でしたね。チップスター、チップスター、一応空いてるんです。さっき食べようとしたから、ね、あーなった、チップスター。これすごいでしょ、チェキくださったの、ディードピアさんが。これ思い出というか、もはや宝物、宝物。しかも私インスタに載せたんですけど、あ、ツイッターにも載せたけど、私一人で新田由美さんの徳井空さんともお写真撮っていただけて、アニメ好きとしてはなんいいんですか。もちろんなんか私なんか結構仕事アイドルになって一番最初に、今そのスタッフさんいないんですけど、言われてたのが、お仕事で一緒になった人にミーハー感も出さないっていうのはすごい言われてたの。一応一緒の仕事をする立場でやってるのに、なんかファンを出すなっていうのはすごい言われてて、だからそれを入った当初から言われてたから、私はもうそれがもう染みついてしまって、どれだけ好きでも仕事として一緒に関わってくださってる方だから、なんかその何とかの作品拝見しましたとかのは全然いいんだけど、めっちゃ好きなんですみたいな、なんかそこのなんか線、海峡線かん、お、間違えちゃいけないっていうのはすごい思ってて、そうだから言ってはないんだけど、そうめっちゃテンション上がってた。だからな、その今回これからその時言われたのは、これから歌番組とかね、 その後レコ大とかもあったんだけど、だから出ることになって、その通る人にキャーキャー言ってるようじゃまだまだだよみたいな感じで、言われる側になろうとしなきゃダメだよみたいな感じですごい言っていただけて、それは結構私のお仕事をする上で結構大事にしてることかも。だってあの渋谷ノートさんで、あのリサさんと私は廊下ですれ違ったんですけど、もう心の中は発狂。心の中はみたいな、しかもすごいお優しくご挨拶してくださって、もうわーってなったけど出すなと思って、おはようございます、お疲れ様です、よろしくお願いしますって言って、一人だったから言った後に曲がって楽屋入った瞬間、はーってマネージャーさんみたいな、リサさんとすれ違ったみたいな、えみたいな、すれ違ったのみたいな、すごい優しかったみたいな、そう、スカちゃんってしまってから言った。そうそう、でもやっぱ私はラブライブも見てたからさ、でもさ、なんか声優さんの声の使い分けってすごいよね。なんかラブライブと、まあそのなんだっけ、ミルキーホームだっけとか、いろんな作品を拝見させてはいただいてたんだけどさ、今回のそれとは全く違う声質というかさ、かなんかこ思い切り広いなと思って、まだまだだなと思った。声のお仕事したいって思うならば、もっと音域、頭かいちゃった。ちょっとね、ここスプレーが、音域を広げたいなと思った。てかすごくね、私さ、飯田里穂さんとさ、そう飯田里穂さんも稽古してくださってさ、すごくない？ミューズの方お三名と。すごくない？なんかすごいよね、本当にすごいことだって分かってたけど、あの時リアルタイムで見てたから、あの時見てた私に言いたい、あなた
お仕事で一緒になるよって凄すぎる。ごめんね、ちょっとこの持ち方が一番楽で今目を見せてる状態になってます。え、今日の一番ムカついた話していい？ムカついたって言ったら不穏やなと思うけど、全然なんやと思うから聞いてくれん？え、今日夢見てたんですよ。寝てて夢見てて、夢の中でなんか夢の中だけに出てくる人っているじゃないですか。夢の中の人にもう起きなきゃ、もう起きないとダメかもみたいな、あーもうそろそろ起きないとダメやって言ったら、その夢の中の人が大丈夫、時計見てみたいな、まだあと2時間寝れるよって言われて、夢の中の人に、ああと2時間寝る、あそんな2時間とかあるのって言った瞬間、ピピ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 って言って、嘘つきって私が今日唯一ムカついた話、そう、嘘つきと、2時間嘘じゃんって言って私も朝起きて自分のアラーム止めながら嘘つきってなった2時間なんで、うん、すぐなったと思って、これが私が今日ムカついた話。平和だった一日、それ以外別に何も思ってないから。ムカつくでしょ、嘘つかれたの夢の。誰だよあの子、女の子だった、誰わかんないけど、そうだって言われた瞬間ピピピピピってなったから、狙ったでしょみたいな、このタイミングで出てきてこのタイミングでそのセリフ言うって、あなたは私にそういう感情味わわせようって狙ったでしょって。そう、でも思った、これ夢の中と現実の時間の流れが違うから実際は2時間あったのかも思ったけど、にしては一瞬だった。そう、あの子あなたは誰って感じ。確かにこれで知ってる人だったら私多分理不尽に言ってる多分。え、この前夢出てきてさなんかさ、もうね、すぐアラームかかったのにね、2時間寝れるって嘘つかれたの、やめてよねって理不尽に言ってるかもしらん。でも本当に知らない子だった、女の子で、誰だろうね。でも本当夢の中に出てくる人ってどうやって決まるんだろうね。だって出会ったこともないしさ、あの人誰っていう人が夢に出てくるじゃん。どうやってその人の顔とかを夢の中で私は作り上げたんだろうってめっちゃ思う。これから出会うのかな、分からんけど。もう29分、早いな。未来の娘怒りますよ、その私お母さん得意なんです私今日お母さんして、ゆうってあゆうもね言われたの、演出家の方に、ずっとゲネプロとかはゆうって呼んでたんですよ、ゆうって呼んでたのを伸ばしてって言われて、はいゆうでも確かにそっちの方がお母さんっぽくなったの、すごいってなった。そう、私お母さん得意なんだかんな、夏休みの宿題してからじゃないと怒るんだがんな。言う、そういうのは夏休みの宿題終わってからねって言うんだからな。そう、まったく仕方ないなって言うんだからな。お母さんなんだからな。なったことないけど。みんな、お母さん怒らしちゃダメだよ。あ、ピン取れる。解いた。でもなんか普通に角川さんが許してくださるのならば、普通に角川さんの興行じゃなくて STU の興行として、一回だけキャラシャッフル戦やりたい。そう、普通にイベント、なんかそう朗読劇っていう、なんかそこまでバーンっていう大々的に発表するんじゃなくて、もし角川さんがいいよって言ってくださるのならば、キャラシャッフル静かな時の上の方やりたい。そう、私ね、令和の子になりたい、平成やったが。でもカコちゃんやりたい、カコちゃんがやりたい。
かこちゃんか、かこちゃんいたい。かこちゃんかゆうちゃん、親やったか娘やる。そう、ちょっと大変。あ、もうパンだ、パンっていうのは分かってるんだけど。生リアル大ファン。なんかさ、これ自分が分かればいいからさ、すごいおもろいんだけど。呼び捨ていいよ別に。ダメ？よ、よくない？朝日。濃いめでいいガサツ。キャピルって。癖強って。よくない？自分が分かればいいと思ってるから。癖強って。タイムカプセルってパワーっつって。キャピル、キャピレって言われたの。でもギャルだから、親で出てくるから、そこの違いを見せたいから、キャピレキャピレって言われて、そう、く令和の女子高生めってこと。でもこれも音を当てるパワーっていうのは、あの昼公演終わった後に言われた。そのステップアップのために、今全部は全部くー令和の女子高生めーで下がってるから、上がった方が朝日の可愛い部分が見えるんじゃないって言われて、はいくー令和の女子高生めーっていう風にしてって言われて、はいっていうので書いた。黒のやつが基本的に前の稽古で書いたやつ。そう、これはもう忘れないし、忘れないっていうか捨てれない。ほら、もう母、ここは母ですって、母って母ここは母ですっていう。私多分本当に人が見たら何を言ってるんだっていうことを書いてる。自分が分かればいい。母です。あとは別にそんな癖強のことを書いてないかな。やっぱ一番最初のとこがキャピル癖強が一番多分癖強だった。はい、お、つぼしだなと音を上には最初の稽古で言われた。お、図星だなじゃなくて、お、図星だなっていうあげるっていうのはすごい言われましたね。結構うわ、映ってなかった。あとここら私これ、あの今日の夜公演の前に書いた、パワーこれが次のページ出てきた瞬間、パワーパワーってなってた。あとなんか遠くにいる人に声をかけるから、熱と距離感って。で、なこのカコちゃんが怒ってる時のこのアハハ、またなんか言ってるは、朝日はその誰かしらが暗くなって怒ったりとかする時に、場を明るくしようってする子だから、場を変えようとするセリフっていうのはすごい意識して言ってた。でないと、それ意識して言わないと、カコちゃんが怒ってる時に、ああまたなんか言ってるってすっごい冷たく聞こえちゃうの。だからそこまたなんか言ってるみたいな感じでやっちゃうと、バスってカコを切っちゃうから、朝日がこうすごい冷たい子に映っちゃうから、ここはすごい意識してた。見て、ほらここもパワー。え、これめっちゃやった。今は楽しんだもんガチっしょっていうガッガッとか言ってる。でも結構ね、あの今回台本、複製台本買った人、ご購入していただけた方、全然結構違いますよセリフ。ここのユートが濃く棒読みくらい、これも最初の稽古でユーじゃなくてユーがいいって、お母さんはそんなんだよって、ユーじゃなくてユーってもはや棒読みぐらいがいいっていう。すごいね、お母さん
番大事にしてたのは、今回タイムリープがあるということで同じセリフが何回か出てくるんですよ。だから同じ言葉が続くときは違う声の出し方っていうのをずっと違う色かトライしてた。これ難しかった。そう、例えばそれは羨ましいっていうか、なんで私ら校庭の土掘ってんのっていうセリフは2回出てくるんですよ。だからそれは羨ましいって下にそれは羨ましいっていうなんかちょっと変えたりとかしてたんだけど難しかったこれっていうっていう感じです。こうやって、朗読のお仕事ができてるのも、あの、なんだろう、聞いてくださる方だったり応援してくださる方がいないと、受け手がいないと成り立たないものなので、本当にありがとうございました。でもミヒンはまだまだいっぱいいろんな作品と出会いたいなって思うし、いろんなキャラクターに出会いたいなって、今回朝日に出会えて、これから柴谷奈緒ちゃんと私は仲良くなるためにいっぱいいっぱい読み込むので、また仲良くなれるキャラクターが増えればいいなと思うので、これからも頑張っていきます。で、ふわふわとした漠然とした将来ケーキ屋さんになるみたいな感じの声のお仕事、演技のお仕事じゃなくて、明確に叶えたいというかリアルな方のに変化したのは、この1年間のリードピアノ稽古で学んだことだったり、やりがいというか楽しみを感じたからこそなので、ちゃんとここは叶えていけるように頑張っていきたいと思います。で、今回あの見れなかった人とかもいるから、もっと私がいろんな作品に出れるようになったら、あのね、そういうこれ見れなかったけどこれは見れるよっていうことがあるかもしれないから頑張ります。で、あのミーヒンはあの感想求めマンだから、まあ、あのこのお話し会の13時までね、直接言いたいって方はそこで言ってくださったり、感想とかまたハッシュタグでもくださるとミーヒンは嬉しいです。それでは壇上を読みたいと思います。食べちゃった。リアルタイムランキング読むので、そんな間コメント読めないです。いきます。13位、パンダムさん、パチ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 、音でかい。12位、ダッタンさん、パチ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 。11位、求愛的なひまわりの上の方、すごい情報量どっちも私が書きしてるやつ、ありがとう。10位スノーヒルイシッサー、朝日お疲れ様、仕事への期待してます、ありがとうございます、ありがとう。9、あ、変わっちゃった、変わっちゃった、変わっちゃってない、あ、でもパン13位パンダムさん、もう分かんなくなっちゃった13位パンダムさん、パチ、あ、でも4だよねドッタンさんも読みましたよね。あれ変わってない、上の方が変わった、わかんない、不協和多すぎる読みましたよね、だったんすよ、読みましたよね、求愛的な、ちょっと、いいのかな。9位ポムさん、パチ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 。8位キムコさん、パチ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 。7位沢山さん、パチ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 。6位ハマちゃん感激レポート参照、カナノの4公演 MVP おみでこと、やったMVP 取ったぞパチ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 。5位ミーヤさん、パチ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 。4位テリーピーさん、ガンダム展も見れてよかったね、それは本当になかなか行けないもんね、関東の。3位エビ様、エビさん、パチ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 。2位つよつよさん、パチ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 。そして1位はデデ、おえみんちゃんとおしぼとみーさん、あと誕生日、おめでとうすごいびっくりしちゃった。
おめでとう。え、コメントで言ってた？ごめんね、今気づいた。アットマークの後に書いてて、誕生日おめでとう、びっくり。おめでとうございます。パチ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 、よかった、12時になる前に言えて。おめでつう、ごめんね、最近ね、とうって言葉をつうって言っちゃう私がいるんだけど、どうしたり。お弁当をね、お弁つう来たよって言ったらね、みんなお弁つう、お弁つうって言って。だから、おめでつう。コメント言ってないか。ほんと？おめでとうね、ありがとう、1位。よし。はい、それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ見つけた、みーのことをしてみーひー、きゅー、ありがとうございます。兵庫県出身、みーこと石田みなみでした。そして私はツイッターとインスタグラムをしてるんですけど、今日どちらも更新しておりますので、あ、しかもどちらも2つ投稿しておりますので、まだ見てないよって方は見てください。いいねとリツイートと、ん？いいねとコメントと、ツイッターはリツイートとお待ちしてます。コメントもいつも全部見てます、ありがとう。そしてショールームもギリアで始めることが多いので、ショールームのフォローもよろしくお願いします。そしてあの室並べをね、全然誕生日じゃないんですけど、あの貯金じゃないか、一番昔の月2ヶ月分は書いてるんですよ、家のスケッチブックに。けどちょっと変な話、日にちとか言えないけど、パペカルがめちゃくちゃ迫ってて、でもパペカル以外にも私レッスンも詰まっててちょっとあのパペカルが終わってからでも大丈夫ですか？忘れてはないんです、パペカル。一回声のお仕事を全部取り終わってから読みます、ごめんなさい。でもあの前のショールームで私がこの回忘れてたってやつ全部あの保存しましてるので、保存しましてるのでありがとうございます。あの2回分、2回分、いつでもいいんじゃない、おこですか。忙しいのにことは少しずつしました、優しいです。でもあの忘れてはないので、とりあえずパペカルが終わり次第、あ、先月のも忘れずに、今何月、今まだ間に合う、私大丈夫、今やっとけ、大丈夫、危ない危ない。今大丈夫か、危ない、危ない、分かんない、見よう、終わった。今私今アンドロイドの日付見るためにアンドロイド叩いちゃったよ。ごめんね。それでは今日も一日あつみーちゃんでした。あ、そしてあのテロップにも書いてあるんですけど、お話し会が明日の、ん？ A 日程の最後の受付のお話し会が明日の13時までなので、お話し会もあのこれから申し込みようだったり、感想を言うねとかだったり、ミヒンに愛を好きになりました、愛を好き、ミヒンを興味で好きになりましたとかだったり、お待ちしてます。イエイ。今日何曜日なの？今日日曜日か。日にちか、私って瀬戸宗聞いた？もうダメだ、もうダメだこりゃ私。ということで今日も一日おつみーちゃんでした。明日も頑張りみーちゃん、おやすみーちゃん。バイバイ、 I love you、 I love you。 おー、すごい発色綺麗ですね。明日は私すっぴんデーなので、配信してもすっぴんだと思います。でも配信もできるか分かりません。一旦もう帰ったらもうね、動きます。ふということで、さよなら、バイバイ。バイバーイ。お風呂に入る前にご飯チンしてきます。バイバーイ。